いやー初日からご苦労。先ほどは細かい話も出ま。ああ学校に隠し。ええ数に限り校内へは空調整備に来た業者の手です。つなぎでも切ろってのか。実はもう今回の仕事で我々の調査をしなので生徒や他の。わかったよ。まあいい。それもそう。では矢上氏たちこれからは。はあ。ん？困ったな。うん。おう。なんと。お。はあ。ああ。はあ。ん？ヤガムさん。え？ちょ。ああ。しますぞ。わかった。おう。あの、まったく。Ah!
なあ。そうですとも。へえ。マジで。はあ。感謝しておりますぞ。矢上氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してあります。清涼高校へ行く前にスタンバイして、サイズはバッチリのはずです。矢上氏の体のことだろうな。あいつら何カッコつけてんだ。妙な貫禄出して。清涼高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方、今回の依頼はうちにとっても矢上氏絶対来る依頼に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングなあ、タボじゃあ。空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。お気遣いなく。なんか金のある学校、私立の進学校。今は休み時間。とりあえずはざっと校舎の構造を校庭に出てみましょう。学校の作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意してる小型カメラは20台です。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして、バラバラで動いてあまり目立ちた。部外者が1人でいると何してんだ。でも2人組ならそうでもなくさすが矢上。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵二人組すると、相手がよほど用心深くない限りまず疑う。つまり僕も矢上氏の案に賛成。よかったなあ、タボじゃあ俺とカイトさん、つくもと杉浦。カメラってのはこちらです。150度の広角レンズで浅く広く、これをいじめが起きそうな場所に先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ。俺はその辺鼻が利く。そこを威張って言えちゃうのが海藤さん。そんなに。よし、ほんじゃま。そうだな。俺らはこっち。了解。よう。俺らが取り付けるカメラは10台しかね。
っと待て待て。ドラマ。あるものはラブレター。それはなんか。いいから。ここでいい。学校で資格になるような場所なんてそんなに多かね。だがここの下駄箱は俺のアンテナに。そっか。まあ分かったよ。こちらつくも、いやこちらでしっかりモニター。わかった。ええ、こちらは了解。よし、先行くぞ、タボ。この階はあいつらに任せ、まあ、おお、階段だ。ここも学校の資格だ。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。だろ、見通しが悪く。なるほど。教師、よし、早速一。よし。矢上氏。今2階ですかな、うん、我々はもうすぐ1階にしか。東島の方は我々に任せて、矢神氏たちは。分かった。ダボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから。了解。なんだ兄ちゃん。これは。これ1000円。タバコ代の足しにでもしてください。え、くれんの。ええ、くつろいでるところをどいてくれって頼むの。兄ちゃん、ほのしくわかる。Thank you.
海藤さん。そう。だが、この廊下にも一台行っとくか。海藤さん、いじめってやっぱ。そうだろう。だがよ、カメラの台数よりできる範囲でベスト。そうか。廊下をざっと見、真ん中あたりの天井がいい。よし、タボ。はいはい。さあ、これ別に今やらなくてもよかったな。みんなこっち見てる。今さら遅え。いいから堂々としてろ。海藤さんも気づ2年にいじめを探すなら言う。ああ、ただなる。出発するか。あの、ご苦労様です。え、あ、お、すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものです。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生。いつもの方と違うんですね。そう言われても、うちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。これは任意の事情聴取ということですかね。なら応じるわけにはいきません。そうですか。ではこちらは不審者ありと警察に通報するだけで。あの、ちょっと待ってください、はい、もう一度聞きます。こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも理事長からですか。それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。あなた方が直接依頼を受けたんですか。そうなんですよ。いつも我が社が。なるほど。じゃあちなみにうちの理事長の名前は何。理事長のお名前。あ、それなら確か奥田さんでした。ええ、そうですね、合っています。いや、何いいってことですよ先生。しかしお美しいですな。私のタイプと言いますか。いそは、あの、作業はすぐ済ませますか。これで完了です。あんた何やってんだよ海藤さん。仕事で来てんだ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキン頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に。分かってるって。こちらつくもです。矢上氏どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け。我々の方も仕掛け終わります。今ちょうど誰そこで仕掛けたカメラを見ながら。分かった。体育館。お疲れ様。カメラは全機正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけかもしれません。時に矢上氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でも。昨日俺らが町で指導した連中がいたんだ。なるほど。今のところは特に異常なさそうですが。しばらくはよけど、もしこの学校にいじめがあんなら、確かにこれで引っかかりそうだな。
学校ってとこで吸うタバコは格別だね。今日はちょいちょい浸るね。まあ俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。おっと、マジか、もう見つけちゃったよ。どうした？これは矢神氏たちの仕掛けたところですね。2年2組の教室です。やっぱりあの連中。おい、なんだこいつ。うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック。よー、タボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸くそ悪いもん。ああ、また矢神さん、ん？終わったみたい。奴ら教室出てくよ。くせえ、周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてえによ。なんで誰も助けねえ。行ってみよう、カイトさん。この目で現場を見ておう。僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかると間違いないですね。結果から言えばこの学校にいじめはあったという。どう対処するか。タボ、さっきカメラに映ってたのあの子だぜ。近づいて様子を見てみよう。どこだ？
今依頼人に報告をした東棟の3階に了解どうぞお入りください。あれ、あ、さっきの。いやー、これは沢先生。皆さん探偵。八神さんと海藤さんです。そうですか。わかりました。担任の沢先生にはすべて事情を説明しました。八神さんたちもどうぞおかけください。やっぱり。でもこんなにいじめられてるのは高田真美さん。ええ、彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の。その仲間内でいざこざがあったのか。先生もうすうすは気づいてた。高田さんの元気がないことは。まあなんだろうか、連中を定額だが退学。この映像が動かぬ証拠。いや、それはさすがに急でしょう。あとこの映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに学校が生徒を隠し撮りしてた。そして加害者側の生徒たちもまだ子供。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか。昨夜は必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら私にも覚悟があります。隠そうだなんてそんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。高田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうだ。第三者が入っていかない。何かの本にそう書いてあったんで。でも私の経験上、いじめ被害者というの家族にも友達や知り。だからいじめを受けている子が助けを求める時には。なのに第三者の。でも、いや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって高田さんを傷つく。なんだよ、らしくねえな。多忙、目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させる。あ、すみません、あなたは探偵ということ で、 です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩く。何か賞賛があって言ってるの、八神さん。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか。ええ。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだ。どういうことです？私なんかには分かりません。名探偵にご教授。そんなチクチクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ。いじめを傍観してる生徒たち、ただ今はみんな見て見ぬ。そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ。じゃあクラスみんなを巻き。八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかし
それだとかなり大っぴらにいじめと向き合う、それこそ高田さんを傷つけかねん。どうなんですか八神さん。俺が言いたいのは、周囲が何も言わない状況、それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってこと。傍観してる生徒たちは女の子がいじめられてる、無関心でいたり気づいてないふりをしてるけど、本当は見てて気分が悪いはず。ああ、当たり前。もしみんながそれをはっきり口に出して言えれば、いじめをしている連中に気づかせること、クラスの中で自分たちこそが輪を乱す裏切り者だと。すると次は彼らが群れの制裁を、その時自分たちを危険にさらしてまでいじめを続ける。ええ、そうかもしれませんが、うん、だとしたら俺たちは何を。あの教室の傍観者たちに声を出させてやるんだよ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。どういうことつくも。急ぎで小型のスピーカーを何個か用意でき、それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち八神氏の計画が。かもな。正直俺もうまくいくかわからない。いいでしょ。探偵さんが何する気か知りませんけど、いいですか理事長。私はこのまま何も見なかったように済ませる気はあり。以前うちで生徒が自殺してしまった当時、沢先生もすでにこの学校の教壇に。何が原因だったにせよ、身近な生徒の自殺。そうでしたか。私は本校の理事長として彼女よろしく頼みますよ。